21世紀の知識型社会において未来への展望はどのように描かれるのでしょうか。バイオの21世紀と呼ばれる新世紀を迎えた今日、農業科学技術は大きな転換点にあたります。台湾グリーンバイオパークはバイオ産業のシリコンバレーを創出するため設立されました。台湾グリーンバイオパークの整備推進を通して台湾農業の競争力を高めるとともに国際舞台における地位確立を目指しています。グリーンバイオパークは平東圏に位置し、総面積は340ヘクタール。綿密な開発計画のもと、研究開発から生産、加工及び世界各国への輸出まで行えるバイオ産業クラスターの形成を目指しています。台湾グリーンバイオパークは国家プロジェクトとして2006年12月から本格的な運営が始まりました。台湾グリーンバイオパークは台湾で最も重要な農業地帯である平東圏に位置し、衛星農場をはじめとするバイオテクノロジー関連産業の集積を図っています。将来的には177社以上のバイオ企業が入居する予定で、10年後には800億円の経済効果をもたらし、8000人以上の雇用機会を創出すると試算されています。台湾グリーンバイオパークは入居企業の皆様にビジネスチャンス発展の舞台を提供いたします。台湾グリーンバイオパークには農林水産試験所、家畜衛生試験所、農業薬物毒物試験場などバイオ研究機関と緊密に連携し、技術ノウハウや人材育成などのお手伝いをいたします。台湾グリーンバイオパークの周辺には大学研究機関が数多くあり、バイオ産業における人材の供給源にも恵まれています。これらの人材、情報、技術を活用、確保することにより企業の競争力はより一層強まることでしょう。台湾グリーンバイオパークは南第二高速道路長寿インターチェンジからわずか2分という高アクセスに立地し、40分ほどで台湾新幹線の高雄ターミナルに到着します。高雄港をはじめ高雄国際空港、平東空港など広域交通網とのアクセスにも優れています。台湾グリーンバイオパークは便利で速い交通動線が持つ時間の速さの優勢により、入居企業の迅速な国内及び全世界のビジネスチャンスの掌握を可能にいたします。台湾グリーンバイオパークは台湾屈指の農業地帯である南台湾に位置しています。周辺には多数の衛星農場があり、優れた原材料がここから供給されるほか、物流面でのコスト削減も可能となります。台湾グリーンバイオパークの特色は他の工業団地と異なり、生産、生活、生態などの機能を兼ね備えています。将来的には研究施設と自然空間を融合し、ハイテクとハイレベル生活などにも最適な複合機能団地を築き上げます。また熱帯気候の豊富な観光資源や南国ムード漂う風景は入居企業の特色作りにも役立つことでしょう。
リーンバイオパークは国家主導のプロジェクトによりグリーンバイオ産業の拠点として建設されました。綿密な計画のもと2期に分けて開発が進められています。屏東農業生物科技园区它是中央级的科学园区，那为什么会把它建设在南部？因为南部是农业的重镇，我们有广大的平原，非常充沛的水，还有电这一方面都没有问题，地质也非常的稳定。那么长期以来，南部就以生产农业为主，除了传统的生产之外，也可以把它变成科技的产品，这一些科技的产品就会让我们农民的所得增加。所以我们政府投资在农业生物科技园区的开发，就是希望透过类似的带动来变成一个绿色的南部的农业系岛的重镇，让整个台湾未来农业的竞争力能够因为农业生物科技园区的建构而增强。那么我相信台湾的农业一定永远都会在世界占有一席之地。农业生物科技园区最自豪的应该就是我们非常讲究生态。这个园区有233公顷，那我们已经开始在大量的植树一共要植20万棵的树木。那这个园区还有一共有3个生态湖，总面积加起来20几公顷。在这个湖边跟湖内的岛上也要用生物多样化的原则，也会布满各种树木，所以这个非常的有吸引力。农业生物科技园区目前有针对9项主要产业在进行这个招商的工作。那这9大产业，譬如像农作物水产还有这个畜牧业的这个种畜跟种源哈。那另外像跟消费大众的饮食安全最有关系的，譬如说我们有将来要生产生物性农药、生物性肥料，还有像动物疫苗，这些可以让农业有更高的这个附加价值可以出现。农科是农委会唯一主导的一个生技园区，屏东县政府非常重视，所以我们的团队特别跟农科成立一个单一窗口，所有的跟县府有关的案件，我们都以最迅速而且有效的全面的服务，所以屏东县政府提供非常好的交通便利、水电设施，更重要的，我们是要提供一个安全的治安特别整个周遭环境，除了农科以外，有一个屏北的农场，它是提供农业生物科技园区的素材跟原料我们在农科旁边有一条自行车道，整体的环境就放之全世界的生物科技园区，我们都是一流的园区。屏东农业生物科技园区它提供的非常优惠的一些办法，其中有包括可以透过低利贷款那开始进行设厂的规划。那再者的话，在96年底之前提供了免土地租金包括租地自建的这个厂商来讲那能够很以低廉的方式那取得这个土地的租金。本公司进入这个农业科技园区，还有考量到一个部分是农业科技园区它提供了非常好的卫星渔场以及产销班的一些合作所以我们除了说投入研发以外，那在这个区块里面，我们希望说未来也是一个非常好的国际的转运中心。我们公司是在做进出口的，那我们想说我们公司以后所向农民所采购的这些米，还有说我们自己养殖的藻类能够经过这个园区出口，因为园区本身是一个保税仓库，不管是我们向农民购买的这些东西以及我们公司的产品要外销都是免税的。我们园区这边还有一个卫星农场，我们可以配合这些农场来提供原料给我们，以当作我们外销的一些基石。农业生物科技园区最重要的就是它跟这个农渔业的农民是结合在一起的，
所以进驻厂商在农卫科技园区生产的话，有一个很好的保证，就是未来所需要的农业啊，还是畜牧业、水产业的原料，我们会透过卫星农场啊，来建制这个供应链，让进驻厂商在原料生产面啊，可以得到最大的保障。グリーンバイオパークは森林美学の基礎理論や景観生態学などに基づき自然と調和した緑豊かなサイエンスパークです。当パークの造成にあたっては生産、生活、生態、生物科学技術、生命を融合しハイテクを駆使し快適な研究、生産や生活環境を基本コンセプトにしています。湿地の生態や広大な森林公園はパークの入居企業や近隣住民の憩いの場となり、平東の新たな観光スポットにもなるでしょう。多機能な造成計画の策定、専門性の高い設計理念、優れた立地条件と優遇措置、自然生態と人文景観の調和、台湾グリーンバイオパークは農業経営の構造改革と活性化を推進し、アグリバイオ分野の国際的研究開発、生産中核基地を形成するために誕生いたしました。時代をリードし、農業分野の一層高い付加価値を図り、人類にさらに利益をもたらすように、台湾グリーンバイオパークは皆様と共に21世紀を歩んでまいります。